ハロー、ニムハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はゼノンザード第76回配信を撮っていきたいと思います。今回こそステージファイナル、サマーフェスステージファイナルバトルがないやつですね、第10話を読んでいきたいと思います。このバトルなしってね、あらかじめ書いてくれてるのすごい嬉しい。これで終わりです。ウル大勝利。これでどうだ。さっさと正気になれや。悪いね。悪いけど僕らの敵じゃないね。もっと楽しませてくれるかと思ったんだけど。君のステージは終了だ。ごめんね。素敵なダンスだったけどね。みんな倒れていく。やった、なんとか止めることができたみたい。おう、オフィシャル AI が元に戻ったぞ。これでフェスを再開できる。みんな協力してくれてありがとう。ありがとう。本当にありがとう。ピモだ。ふう、めでたしめでたしってか。リンドウの漫画知識が役に立ったな。やりました。皆さん、ただいまシステムを復旧いたしました。かわいい。変なトラブルも起こってしまいましたが、それはそれとして。ドキコードマンだらけの水着フェス、バディがいなくても夏。さあここからですよ。目玉イベント水着フェス盛り上げーずとのバトルを開始しますよ。おお、今回はどうにかなりましたが、やはりあの力は問題ですね。まだ目を離すわけにはいかない。ピモタ・アンノン。ごめんね。みんなごめんね。夏を満喫したくて、みんなと海で泳ぎたくて、無理やり連れてきちゃった。あのね、思い出を作りたかったんだ。僕には思い出って呼べるものがないから。ビモタ、そうだったのか。でもすっかり日も暮れちゃった、はあ、もう遊ぶ時間ないよね。そう、日が落ちて逆にひな的には今から活動開始時間って感じなんだけど、俺も夏を満喫するということがどういうことなのか理解しえぬまま帰るというのは納得できん。さあピモタ、思い出作って帰ろうじゃないか。ひなりやクロード、リンド、うん。ピモタが顔と声が合ってないよね。やったなピモタ。僕の必殺奥義、アクアスクリューセレナーデ食らえだ。クソエイムか。ヒナに当てんな。手当たり次第攻撃するな。そうだそうだ。リンドウ変なの。頭にワカメついてる。え？
みんな。ありがとう。最高の思い出をありがとうね。終わり。すごい青春だったね。これは青春だよ。この後なんかある？特にない。青春だったね。これは後からも読めるのかな。いやー、なんか良かったね。いい話でしたね。というわけでですね、外が明るい。ちょっとこれだけだとあれなんで、今度こそですよ。もうこの夏がまだまだリアルでは夏が終わらないですけど、サマーフェスが終わってしまうというのに、ひなちゃんの水着がまだゲットしてあげておりません。というわけで、こちらのガチャですね、1個9のガチャ、残念ながらもうシルバーがないですが、とりあえずパックチケット12枚ありますので、先にちょっと2枚水着が出るように祈って今引いていきます。まあ今2枚、2パックだったんで、次10パック引いていきます。いや、このたくさん溜まっているゴールドを使えばいいじゃないかっていうご意見はあると思うんですけど、なんかいつ何時めっちゃ光りゃいかん時期が出てくるのかと思うと、ちょっとゴールドは貯めとこうかなっていう保守的な考えに至りますよね。なんかね、お正月とかだったかな、結構後悔した覚えがあるので。あ、黄色。でもこの子は持っている。ミュウはでも1枚だけかな。これ持ってなかった。とはいえ緑はちょっと難しいので使えないんですけど。さあ、水着チケ出ませんでしたね。まあまだまだイベント、ガチャイベント終わりまでは、あと10日ぐらいあるかな。10日もないか。9月2日まで、今日25日なんですよ。あと7日ぐらい、7、8ぐらいですかね。ちょっとまだ時間があるので、まあちょっと弾けるとこまでは頑張って弾いていこうかなと思います。ではご覧いただきありがとうございました。今回で多分サマーフェス第何回になるのかな、17回ぐらいかな。多分サマーフェス17回で終わりだと思いますので、ここまでにしたいと思います。なんか追加要素がもしあったらまた撮っていこうかと思います。では失礼します。